皆さん、こんにちは。レイチャンネルです。今回は、有限会社、業所体のレッスンです。前回、会所編の有限会社のレッスンをいたしました。ご視聴いただけましたか崩した有限会社の方が、かっこよく見えませんか実際 ペンで、筆で書いてみても、行書の方が実は書きやすいんですよ。ちょっと難しいな、書けないかも、と思う方もいらっしゃるかと思いますが、行書の方が断然書きやすいんです。ぜひとも行書体に興味を持ってくださると嬉しいです。 今回使うボールペンはゼブラサラサクリップ0.7です。一度有限会社を書きます。 はい。次に有限会社の文字の書き方の説明に移ります。前回でもお話しいたしましたように、ピン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 次に向かう線がちら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 見えるかと思います。これが大事な書き方なんです。はい。まず書き順。1画目、こちらですよ。 一画目で左に降りてきて、二画目につながるように書いていきます。右上がりをして跳ねます。次に向かう線ということで跳ねてください。で、下に月を書きますが、やや丸くなっているのがお分かりですか丸みを帯びて書くのも大事な書き方になります。 丸く書いて、丸く書いて、次は見えない線でつながって、英語の Z を書いてきて、最後はぴょんと跳ねるということですね。リズミカルに粘りっこく書くようにしてください。はい、次、元という字です。英語の M を書くようにしてくださいね。上がります。 そして大きく下がってきて跳ねる。で、こちらも中にぐーっと入っているのがお分かりですかで、次の角に跳ねる、ちょんと、こちら、付け加えてください。で、上がってぐーっと下がって、こちらも Z です。横線2本が続くときは Z で書くようにしてください。次に向かってぐーっと これも入ってきますね次に向かうことを意識して跳ねます引っ掛けてから軽く止まって払いましょうしっかり書かなくてもいいですよ早めに書きます雑ではないです早めに書いていきますはい、貝ですここを引っ掛けているのがお分かりですか引っ掛けてからはい、こちら2画目は 少し下がってますね。下がったところからスタートして、軽く止まって払うと。方向が変わります。下、上、さらに上がって、3方向変わってきます。見えない線でつながって、最後まで払っていきましょう。一気に書いていきます。シャですね。シャ。形が変わってます。まず、ちょんと書いて、グッ と上がってきて、そのまま折れてください。折れて、ぴょんと跳ねます。次難しいですかね。内気を書いて、そのまま上がってきます。上がった勢いで跳ねてください。で、最後は、高い位置から下がってきて、くいっと曲がります。で、怒った口で下がって、 で、最後、跳ねていきましょう。会社の書き方、他にもありますので、参考までにご覧ください。 はい。この回、見たことありませんか急事態となってきます。こちらの回で書いてもかっこいいですね。画数が多いですが、知識として知っててもとてもいいですね。シです。シは、崩してない方の、形が変わってない方のシを書きました。前回の 株式会社の説明と重なりますが、ピン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 、次に向かうところが見えています。ゆったりした気持ちで柔らかく書いてください。はい、今回は有限会社のレッスンでした。実用的な文字ということで、有限会社には限らず、文字も参考になるかと思います。 U に関しては、お名前で使うことが多いかと思いますので、名前の参考にもなるのではないでしょうか。こんな字を書いてもらいたい。リクエスト、ご要望、随時受け付けております。お気軽にメッセージをください。今日書いた有限会社、参考にしてくださると嬉しいです。それでは、 有限会社のレッスンを終わります。最後までご視聴ありがとうございました。